はい、こんにちは。今回のテーマは情報システムです。具体的にはこんな内容を話していきます。この先のデータベースやデータの分析につながっていく土台の話なんですが、身近な例も多くて比較的わかりやすい内容だと思います。なので今回は肩の力を抜いてリラックスして見ていってください。それでは早速解説に入りましょう。では早速今回のテーマの情報システムって何かというところから説明しておくと、こちらですね。パソコンのような情報機器をたくさんネットワークでつないで全体として情報処理をする仕組みのことを今回のテーマ情報システムと言います。じゃあ続いて身近な情報システムの例をここから4つ紹介していきます。まあここはクイズだと思ってそれぞれ何のことかを想像しながら聞いていってみてください。まず1つ目はお金を入れたり出したり、また振り込みなどができる端末機のことで、銀行やコンビニなんかに設置されているものですね。これ何かというと ATM のことです。ATM というのはオートメイティッドテラーマシーンの頭文字を取ったもので、正確には現金自動預け払い機と言われるシステムです。続いて2つ目、人工衛星を使って地球上の位置を特定することができるシステム。これ何かというと GPS のことを表しています。GPS はグローバルポジショニングシステムの頭文字を取ったもので、全地球測位システムと呼ばれたりもします。これはちょっと細かい話ですが、実は3次元では、ある3箇所からの距離が分かると、位置を1箇所に特定することができるんですが、この GPS では、より正確に細かく位置を特定するために、4個以上の人工衛星を使って、地球上の場所を特定しています。実際、スマホやカーナビ、飛行機や船でも使われているシステムですね。続いて、どんどん行きましょう。3つ目。高速道路の料金の支払いを自動で行ってくれるシステム。これ何かというと ETC ですよね。エレクトロニックトールコレクションシステム、自動料金収受システムとも呼ばれるもので、車の中に設置した装置と ETC の機械の間で無線通信することで料金の支払いを行っているシステムです。この ETC のおかげで、支払いが便利になったり渋滞が減ったりということにつながってますね。そして一番最後、これが一番難しいかなと思いますが、よくお店で商品の販売数とか購買情報を管理するのに使われているシステム、これなんていうか知ってますか？答え言っちゃうと POS、 ポスシステムというものです。これはポイントオブセールスの POS で、販売時点情報管理システムと呼ばれるものです。というわけでここまで4つ身近な情報システムの例を紹介してきました。このような情報システムっていろんなコンピューターがつながって動いてるんですけど、その中ですごいたくさんのデータ、いろんな情報がやり取りされてるんですね。じゃあ実際にどんな情報がやり取りされているんだろうということで、一番下の POS システムを例に右側の図を使って解説していきます。この図は POS システムの中でどうやって情報を集めて活用されているのかというのをまとめたものです。まずコンビニやスーパーなんかで何か買い物をするとき、最後レジに行って料金の支払いをしますよね。そのとき商品のバーコードを読み込むと、何を買ったのか、その商品の情報が入力されます。合わせてそのお店の会員カードとかクレジットカード、こんなところからその商品を買った人の名前や性別、それから年齢とか、どこに住んでるのか、このような個人の情報が商品情報と紐づいてお店のコンピューターに保存されていきます。このようにどんな人がどんな商品を買ったのかという情報は、購買情報として本社のコンピューターにどんどん溜まっていきます。そうすると本社ではこの商品すごく売れてるからメーカーに注文しようということで発注をかけたりとか、運送会社に対して例えばここのお店にこの商品を何日に何個配送してくださいということで配送の手配をするわけですね。そしたら運送会社はその情報をもとに実際にお店に配送するというように、ここの購買情報をきっかけにいろんな動きが起こっていくという仕組みになっています。さらにこのたくさんの購買情報を分析して、例えばこの地域では春にこういうお弁当が売れるので、こういう新商品を開発しようとかいうように、将来の営業活動のためにもこのような情報というのは活用されていたりします。というわけでポイントはここですね。情報システムでは日々たくさんのデータが蓄積されていくんですが、その膨大なデータをどうやって活用していくのか、ここがすごく重要になってくるというところを押さえておきましょう。そしてこのような膨大なデータのことをビッグデータと呼んだりもします。じゃあ実際どうやってデータを貯めていくのかとか、貯めたデータをどうやって分析していけばいいのか、このあたりはこの先の動画で解説していくので、ぜひ楽しみにしていてください。それでは最後に今回のポイントを振り返るための確認クイズにチャレンジしてみましょう。
はい、それでは答え合わせに行きましょう。情報機器をネットワークでつないで全体としてまとまって動く仕組みのことを丸1番情報システムと言いました。そして具体例として銀行の丸2番 ATM や人工衛星を用いて位置を特定する丸3番 GPS、 高速道路の料金支払いを行う丸4番 ETC などがあります。そしてコンビニでは商品の販売数や購買情報を丸5番 POS というシステムで管理しています。このPOSシステムで蓄積される ⑥ 番ビッグデータはその後の販売戦略や商品企画に活用されているということですね。このあたり今回の重要なキーワードとしてぜひ押さえておいてください。というわけで今回は情報システムについて解説しました。情報システムとは何かということや身近にある具体例ですね。そして情報システムの中ではどんなデータがやり取りされているのか、このあたりをぜひ押さえておいてください。もし今回の動画が良かった、参考になったという人はこの動画を他の人にも見てもらえるようにぜひいいねやコメントで感想など送ってもらえると嬉しいです。そして情報システムでは溜まっていくビッグデータをどうやって活用していくか、これが大切だという話をしましたが、次回はどのようにデータを貯めていくのかということでデータベースの話に入っていきます。ぜひチャンネル登録をして楽しみに待っていてください。それではまた次の動画で会いましょう。ありがとうございました。